これあの恵比寿の時にも一応あの言ったんですけど、この今から弾く曲はですね、本当にいろいろ特別な曲で、作ってやっぱそのなんて言いますか、放送というか出された時にやっぱ本当に思い出気分だけで作った曲で、こんなになんかいいたくさんいいコメントいただけると思わなかったんで、本当にめっちゃ感動したと言いますか、嬉しいと言いますか。テラスハウス内で作った物語という曲です。